奥州平泉か。こんなところまで来ることになるとはな。厄介ですぞ。秀衡の軍は侮れません。くれぐれも慎重に行動され。分かっておる。慎重にやってもすぐに片がつく。義経殿。弁慶か、どうした？静香様からここに来るように仰せつかりました。静香様が？天鋼を操りし者たちよ、光の門をくぐり我のもとへ来たれ。この中に入れということか。行けばその正体分かりましょうぞ。義経殿、見事なお堂ですな。こんなところになぜこのようなものが。義経、弁慶、先ほどの声と同じ。何やつ、姿を見せよ。私は主見天。この世に姿なき者。そなたたちがここに来た理由は分かっている。天鋼が悪しきことに使われようとしている今、それを打ち破ることができるのはそなたたちだけ。ここに来れば力を手に入れられると聞いた。それは本当か？我らには時間がないのだ。力、それすなわち天鋼の持つ強大な力、天鋼に宿る強大な力を操るには、それにふさわしい強き心を持たねばならぬ。強き心を持たぬ者はその力に飲まれ、やがて自分を見失ってしまうであろう。そなたたちが天鋼を持つ者としてふさわしいか否か試させてもらおう。そなたは地下深くに眠る社から、義経、そなたは天高くに浮かぶ神殿から天鋼を手にして再びこの場に戻ってくるのだ。そなたたちが見事この試練を乗り越えることができたなら、望む力を与えよ。さあ、行くがよい。